つ時の秘密は優しさとさつまいもだよ。いつもいつも向き合ったさつまいもファンも大好き。おさつ時、おさつ時、ゆうは味覚糖。おさつどきの秘密は優しさとさつまいもだよ。いつもいつも向き合ったさつまいもファンも大好き。おさつどき、おさつどき、ゆうは味覚糖。はい、よろしくお願いします。お願いします。平成フラミンゴのニコさんとリホさんです。よろしくお願いします。お願いします。今まで見せたことのない、うん、アンニュイな表情。あ、そうですね、はい、もう現場で何度アンニュイと言われたかっていうところです。そうですね。僕はいつもいつも向き合ってさつまいもかな。割とガチだったよね。ちょっとアンニュイな感じで。アンニュイでわかんないけどアンニュイでって言われて。ちょっと引き出しないんですけどね、うん、精一杯開けて。そう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 、アンニュイな、うん、なんか女優さんをイメージして。そうそうそう、一応頑張らせていただいたので、はい、そこをちょっとね、あの MV のあれに入ったかのような、なんか儚いこういうみたいな表情もちょっと見どころですよ。あ、そうです。本当、あのカメラを好きな人だと思ってくださいって何度も言われて、本当に私は恋をしてる気持ちでカメラを見たので、はい、そういうつもりで見てください。お願いします。お願いします。はい、曲についてなんかアンニュイさ、転調してさ、ラップみたいになったりさ。そう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 、かっこいいよね。そう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 、癖になるし、ただのお菓子じゃない、忘れたわけじゃない。本当楽しかったですね。楽しかったですね、うん、あのもうすぐにスタッフさんを巻き込んで、うん、あのね、ふざけてね、申し訳ない、申し訳ないっていう気持ちです、うん、なんかうるさくしちゃってごめんなさい、ごめんなさい。でもすごいもう皆さん優しくて笑ってくださるし、あのなんかね、多分私たちは緊張しないようにっていうのをこう気を使っていただいて、本当にあのあったかい場所でした。みほ、ね、ちゃんカット、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 はい、オッケー、オッケー、ありがとうございます。なんか監督、大監督がいます。そうそう、よかったよ。今の絵は。塩バター味っていうの私初めて食べたんですけど、うんうんうん、なんかあの甘いのとこのやっぱしょっぱいお塩このハーモニーが本当にすごい美味しい。うん、本当に美味しくて、うん、止まんなくて。そう、止まんない。あの3000円でさ、ずっと食べちゃって。まだ食べないでくださいって言われて。ここでバレないように咀嚼して。プレーン味は、うん、本当にあのさつまいも特有の甘さとかを感じれて、はいはいはい、で、脂濃くないし。そうそうそう、あのくどくない甘さっていうんですか、癖になります。これすっごい美味しかった。美味しかった、ね、ハマるね、これ。セフラミンゴです。セフラミンゴです。この度ですね、うん、あのゆうは味覚糖さんのおさつどきの、うんうん、CM に、うん、なんとね、うん、出演させていただきまして、見てって、うん、見てっていう、あのどうかね、あのこれを機に、これを機にというか、うん、あの食べたことない人も、うん、ぜひ食べてみてください。確かに、もうあのハマること間違いなしっていう感じなんで、うん、あの正直私野菜をそうそう、なんかお菓子にしたみたいなのがちょっと苦手だったんですけど、うん、これは本当に美味しいんで、ぜひ食べてみてください。あの、ね、あのいつもと違う私たちも、あ、そうです、あの CM で楽しんでいただいて、うん、あのおさつどき食べながらね、うん、あの平成フラミンゴの動画見るとか、あ、もう最高です。最高です。本当に皆様のおかげで私たちはここにいますので、あ、本当にそうです。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。そのね、うん、あの感謝の気持ちを忘れず、はい、これからもおさつどきを応援したいと思うので、はい、ぜひ皆さんも食べてみてください。はい、うん、はい、じゃあ OK です、はい、ありがとうございます。じゃあただいまの記録をもちまして本日の撮影以上となります。お疲れ様でした。撮影お疲れ様でした。ありが
がとうございます。ありがとうございます。いやー、こんな素敵な感想。